防衛省自衛隊では、陸、海、空、各自衛隊の将来のリーダーとなる幹部候補生を採用しています。そうですね。自衛隊はとっても教育が充実しているところですので、大学は最後のユートピアみたいなところで。この動画では、自衛隊の一般幹部候補生の制度について、おおむね3分でご紹介していきます。自衛官は特別職国家公務員。全国に約24万7千人います。自衛隊には階級があり、下は西から上は省まで16個に分かれています。西から市長を市、3層から順位を順層、3位以上を幹部自衛官と呼称しています。これを諸外国の軍隊等の階級と比較すると、幹部自衛官は将校、士官に相当します。役割で言いますと、順層士自衛官が作戦の実行を担い、幹部自衛官は作戦の企画立案を担います。自衛隊の採用種目には、自衛官を採用するものの他にも、防衛大学校の学生や、一般の大学生に学資金を貸与する対比学生の制度など、様々なものがあります。今回はこの中でも、幹部候補生の制度をご紹介していきます。一般幹部候補生の制度は、自衛隊の組織のリーダーとなる幹部自衛官を養成する制度です。この制度で採用されると、陸、海、空、それぞれの幹部候補生学校で、約1年間の教育を受けます。幹部候補生学校では、幹部候補生総長の階級で教育を受け、卒業後は3位、幹部自衛官に任官します。幹部自衛官に任官後は、最初の10年間は3位から1位の位官、その後の10年間は3佐から2佐の佐官、さらにその後はそれ以上の階級に進むこともできます。この間、自衛隊の中で様々な教育研修を受けることができるほか、一般の大学の大学院等で学位を取得したり、留学や民間企業研修、他省庁への出向などで様々な経験を積むことができます。そうですね。自衛隊はとっても教育が充実しているところですので、まず最初に幹部に任官して、最初に小隊長という役割をやるんですけれども、幹部構成学校というところでそこに必要な基礎的な教養は身につけますし、幹部構成学校を卒業した後に10科学校というそれぞれの専門職種に応じた知識や技能を付与する学校にも入りますので、そちらで必要な知識を習得できるようになってます。そしてやがては責任ある地位へとキャリアアップすることも可能です。昇進のスピードは防衛大学校卒業者と同等です。一般幹部構成の応募資格は、大卒制度試験は22歳以上26歳未満、引率者試験は修士課程修了者等で20歳以上28歳未満となっております。なお、大卒制度試験は大学を卒業している必要はありません。お問い合わせは最寄りの地方協力本部または自衛官募集ホームページへお願いします。